心の喜ぶことをする。大きな布に思いのままに絵を描いてみました。私は小さい頃からずっと心に蓋をしてきた気がします。3年前に絵を描き始めてから、どんどん自分の内側の感情を出せるようになりました。私や私の絵を通して本当の内側の自分の気持ちに気づくお手伝いができたらいいな。人生を楽しみましょう。